はい、こんばんは。今日はね、ピッコラシチリアさんに来てます。ね、T シャツを作ったんですよ。ピッコラシチリアさんのスタッフ T シャツ。わかります？これ僕が作ったんですよ。で、これ見えるかな？見えますかね？これ店主さんの顔をモチーフにして、で、シチリアの国旗をイメージして作りました。で、そのついでに今日は晩ご飯を食べに来ております。なんか僕が喋れたらシーンってなるね、急に。拍手された。で、あ、なんかこう興味があります。これ渡しちゃっていい？渡しちゃっていいですか？どうぞ。はい、どうぞ。これ誰の動き？シェフ。あ、でも、はい、似てる、似てる。メガネです。シチリア島。あ、そうそう、シチリア島。これこういうのとか、なんかいろいろモチーフが、あれを、あれシチリアの象徴なんだ。で、最初の一品目をいただきます。これなんだろうな、これピーチかな。うん、おいしい。うん、これは生ハム？ベーコン。あ、一緒に食べるのかな、これピーチと。セパラートで食べちゃった。美味しい、美味しい、美味しいしか出ないですよ、僕は。もう全然食レポになってないですね。長らくね、ちょっと YouTube 撮れてなかったんですけど、今日はね、久々に撮ろうと頑張っております。しかしね、今日めちゃくちゃ暑くなかったですかね。え、なんかちょっともう人が死ぬレベルですよね、本当に。結構ね、周りいっぱいお客さんいるんですけど、僕一人でずっと喋ってますんでね。何だろう、ちょっと今から食べてみますね。これ何ですか？キノコね、これキノコらしいです。これも美味しい。もう美味しいしか言ってないわ。アルデナイデ農園さんの野菜ですね。イタリアンなんだけど、まあ、シチリアの料理を作ってるお店ですね。イカスミのパスタですよ。じゃあいただきます。おいしい。
これナプキンするの忘れてたわ。ちょっとね、服に飛んだら困るから、ね、ここにやっておきます、ね。バッチリ。見る気満々ですよ。え、嘘。なんで検索したら見れるんですか。いや、ちょっと恥ずかしい。だいぶ恥ずかしい。いや、だいぶ恥ずかしい。いや、そんな面白くないからもう見なくていいですよ。ほんま、うん、欲しいんですけど、欲しいんですけど、チャンネル登録してくれます？します。聞いとかないと。でも全然面白くないですよ、本当に。いやいやいや、これから面白くなると思うんですけど。そうでしょ。うん。うん、そう。これ、これです。秀吉前田です。はい。ローマ字。なんか拭いてあるんですか？あ、それジュース飲んでるだけかな。はい。あんまり面白くないから本当。あんまり面白くないです。いや大好きなんですか？ブログの方が面白いと思います。あ、そうなんですか？ブログもあるんですか？ブログもあります。ありがとうございます。はい、ゆっくりできてます。ゆっくりできてます。これ小文字やからちゃうんやね。あ、それ違います。それ違います。なんかね、いろんなお客さんに教えてくれって言われてね、めちゃめちゃ今僕恥ずかしい。もう汗だくなんですよ。今恥ずかしすぎて。チャンネル登録されました、ありがとうございます。もうね、パンツまで汗でびしょびしょですよ。もうこのこっぱずかしさどうしたらいいんでしょうね、本当。これあれがないんですけど、これ何で食べるんですか？手で食べるんです。これ手で食べる、手で食べるらしいですか、これ。わかります。ここもやもやとかね。ここ。美味しい。ピスタチオの味がするよ。ピスタチオ合ってるね。ピスタチオ、ピスタチオ、はい、これほんまに手で食べる。ガチ真面目です。正座ですよ。そう、ほんまに。ほんまに、あ、ほんまらしいですわ。ほんまにネタじゃないらしいですわ。だけど食べにくいな、ちょっと。どうもごちそうさまでした。もうね、たくさんいたお客さんもみんな帰っちゃいました。今僕一人です。もうね、もう帰ります。明日も仕事だし。そういうことで、またお会いしましょう。さよなら。バイバイ。